じゃあハイボールください。ダブルで、はい、ハイボールダブルです。あと生ください。ハイボールダブルっていうのは酒の濃さかと思ったらデカさです。あ、そうです。ハイボール一杯で結構酔っ払うよ。注文はもうお昼だから何か食べます。じゃあでも普段それは結構おでんとかも美味しい。おでん美味しいよ。おでんの盛り合わせとあとかき揚げがなくなるから、うんうん、かき揚げかな。あとエイヒレ。あ、エイヒレ。もうおでん来た。早い。じゃあすいません、乾杯、はい、よろしくお願いします。重曹屋のある地域っていうのが阪急重曹駅の西口にあるんですね。でそこら辺のあの前の通りのことをションベン横丁って呼ぶんですけど、昔戦後の何もない時代にあの辺に闇市があったんですよ。で闇市にどんどん飲み屋さんができてみんなあそこで集まって飲み始めたっていうところの地域なんですけど、その中の重曹屋さんっていうのが僕が2015年ぐらいかな。このお店が、ずっと昔からあって、だけど2014年にこの辺一帯が全部火事になったの。あ、そうなんですか。そう、2014年に全部火事になってこの辺全部36軒ぐらい燃えちゃって一回さら地になって、でその間向こうの東口で営業されてたのね。その後向こうで僕が行き始めたのは実はそこからで、火事の後向こうの駅の向こう側にもう少し小さいお店でやった時から行き始めてて、で最近こっちが再開発で綺麗になってきたので戻ってこられた、こっち側に。だから2015年ぐらいかな、僕が最初に来たのは。あれじゃないですか、結構昼からやってるお店は少ないですか。このションベン横丁って言うんですけど、この辺のことをションベン横丁は朝から開いてるお店も多い、10時からとかで、梅田とかになるとやっぱりチェーン店ばっかりになるんで、こう重曹のこうローカルな感じで昼間からもう早い時間夕方まで飲んで、あとはバーとか点々とするっていうスタイルが、多いかな、年明けで結構バタバタされる、なんかやっぱりご挨拶があったりとかもあるし、日本と欧米ってお休みのタイミングが違うでしょ。だからアメリカヨーロッパはもう12月の真ん中ぐらいから休みで、年明けすぐからもう働いてるでしょ。でしょ。だから、僕はお寺があるから2日ぐらいまで忙しいのよ。でそこからもうアメリカとかでどんどんメールが来るから、お正月休み全然休んでない。毎日こうなんか連絡して、じゃあハイボールをシングルください。ここは昔から僕は子供の時があって、子供の時はこの道通るのね、この間を。でも大人が行ってるちょっと怖い道酔っ払いのおじさんがいっぱいいる昼からいる。そう、僕だからゲームセンター行くのにこの間通って行ってプラモデル買いに行ったり、ゲームセンター行くのにここ通るわけですよ。でももう昼間からおじさん飲んでる怖いと思いながら通ってそれ絡まれることないよ。ないけど昔はもっとねダークだったの雰囲気が。あのね、ブラックレインっていう映画知ってる？リドリー・スコットかな、あれ大阪舞台の あれのロケでここ使われた。それぐらいそう暗いちょっと怖い雰囲気だった、昔は怖かったよ。でもまあ今はその子のまさか店の中に自分がいるようになるとはね思わなかったけど移動するじゃあ、そう、あのチェックお願いしますね。昔はここの下になんか占いをする人がいっぱい並んでた。ちなみに夕方4時で閉まるんですけど、ここのこの外国船っていうここの喫茶店も結構好きです。
入り口横浜ムードたっぷりって書いてあるって言ってジューソーなのに次の今中坂店はもうそこなんですけど、その前にちょっとここのジャノメミシンのこの人形を紹介したいんですけど、この人形毎日レイアウトが変わるんですよ、ちゃんと。この家族親子ちょっと怖いですね。そう、一昨日はなんかこっちに立ってたし、なんかちゃんと生活してるこの人たちはここで。今中は、まあ、基本は酒屋さんなんですよ。で中で、飲めるようにしたっていうのがメインなんだけど、すごい飲みがもうほぼメインで、あれも朝10時から開いてて、あそこもねすごいです。僕昨日で実は5回目ぐらいなんですけど、毎回行くとああいう知らない人が話しかけてきて、仲良くなって、これ何ですかって言ったらそれ頼んだるわって頼んでくれてっていう感じで、なんて言ったらいいかな、まあ、いわゆる立ち飲みの地元の人だけが集まるような場所っていう、本当にディープなお店だと思います。僕だけどな、あの結婚した時な、今年で結婚した時、あのちょうどソビエトからロシアに、はい、そうそう、モスクワで切符買おう思ったらな、な、あの切符リバのそう、あの おばちゃん持ってガチャンやられたけど、って切符なんて買われなかったらマフィアいっぱい出てきて、ぼったくられて、あ、寝台列車1人8000円から、あ、ぼったくられて8000円ったら、まあね、まあ、日本からしたらね、日本から乗った時、うん、僕らね、えらいお金持ってたから、8000円たら、すごいですね、ありがとうございます。11時ぐらいからね、ここ朝、朝は10時からね、10時からか、10時、10時からみんな飲んではんの、10時からみんな飲んでる、すごい。だから、ね、夜働いてきはるの。僕は夜勤やからね。あ、そうですね。タクシードライバー。ああ、なるほどね。あ、夜勤なの。夜勤だったら朝から飲まないとね。初めて行った時にいきなり一番奥のカウンターで飲んでたら、常連さんが後ろの DVD の棚を指さして、あのこれ1週間借りて行ってただやでって教えてくれて、でそこから面白い店やなと思ってこうたまに行くっていう感じです。だから常連っていうと言い過ぎだけど、もう本当に早い時間帯で、もう酔っ払いたいな、1000円あったら多分ベロベロになれるので、酔っ払いたいなっていう時に行くのがあのお店です。あれあアメリカであれだ、誰あの合気道やってた、ああのスティーブン・セガールね。あ、スティーブン・セガール、そう、スティーブン・セガールこの辺で道場を持ってた昔。あ、本当、そうでスティーブン・セガールの別れた奥さんと娘さんはこの辺に住んでる。あ、そうなんです、うん、そう、俺小さい頃水谷が浮かってな、髪の毛くくってなんか変な、なんかすごい着物ちゃうけどなんか電車で電車乗っとったけど、そう、セガール昔おった、そういえば。あのジューソーはジューソーの、うん、こだわりもあるんですね。地元の人も多いし、そう、地元多いから、そう、ジューソーのすごいのがこんなに仲良くなりました。でも明日忘れてると思う今日だけ、明日ね、もうみんな忘れてる。めちゃくちゃ吐かないじゃないはかない。でも次また来たら、次また初回のように、初めてのようにこう長くできるっていうね。これ僕の娘、これ娘さん、めっちゃ綺麗よ。ウクライナの奥さんとの間の娘さん、すごいや。そう、実態でトントンの友達ですけど、出てきますわ。いや、もう楽しいですよ、この店は。いや、すごく楽しい。すごく仕事しんどくてもな、昼来てもな、夜来てもストレスな。あ、そうだね。全部友達もいっぱいいるしね。全部友達やから。いいね。いろんなトラブルあってもすごくそれも面白い。すいません、帰ります。ありがとうございます。気持ちだけありがとうね。すごい酔っ払うの、 あそこのハイボール300円ぐらいでベロベロ、 ベロベロになるっていう、毎回なんですよそれは。
コスパが高いんですよ。そう、すぐ酔っ払ってすぐ知らない人と仲良くなれるっていうのが重曹ですから。外から想像つかないでしょ。でも今日は特別で開けてくれてるっていうね。大事なのはこれ、あの 銃禁止ですから銃禁止ですからね。そうですよね。こんにちは、すみません。リブアライブは隠れ家的なお店と一番あのしっくりくるんですけど、本当に住宅街の真ん中に急遽ボンって出てきて、日本の昔の蔵を改造して外から見たら古い建物なのに中に入ったらおしゃれなバーになってるっていう特徴の店なんですね。まあ、でもそれ出会いがしっかりしてるかってもあって、顔を覚えてもらったのがやっぱり来やすいのはありますね。そうですね、うん、そう、回数もっとほんま来たいんですよっていう、こればっかりこればっかり言ってる。いやでもよくここにしましたよね。あっち行くと商店があるし、でこっち行くと川沿いのねおしゃれな店もまた出てくるから、ちょっと外れのここら辺っていう。何もない方が気楽でした。これでもどうやって見つけたんですか、この物件。持ち主がね、知り合いの知り合いだったんですよ。へえ。でここ別の人借りてたんですよ、蔵として、はい、でそれをあこからってなって、なんかせえへんかった話が回っていて、多分入れんかったら潰せって言われるんでしょ、ね、それもったいないよね、こんなとこ潰したらね。まあ、それでなんか1000円かになってきて、何してもいいって言われて、でじゃあ自分ができることはこういうことやったんで、じゃあやります。へえ、すげえ。何年目ですか、今。今9年目です。どうやって知ったかっていうと、あの僕がいつも言ってる眠りバー眠りのカウンターで飲んでた時に、隣に座ってるお客さんがいらっしゃって、その人と喋ったら、その人がリブアライブのマスターさん、高野さんだった。で高野さんと、あれも昼間だったな、3時ぐらいか、僕飲んでたら、今から仕事行きますって言わはったから、どこですかって、すぐそこでバーやってるって話になって、その後に行ったのかな。そしたら美味しいハンバーガーを作ってくれるし、雰囲気いいし、高野さん映画も好きだし、話が合うっていうので、ちょいちょい行くようになって、どういう時に行くかな。1時まで、夜中1時までやってるので、最後のお店で使う時が多いのと、あとは男性の友達とか、初めて、飲みに行く男の人を連れて行く時が多いですね。なんかほら、かっこいいお店知ってるって思われたいから、同じ男性に。なのであそこを使うというのが多いです。ここはだから2011年からでしょ、はい、何きっかけでこのバーやることになったんですか。もともとこういうの興味あったんですか。いや、もともと興味あったわけではないんですけど、こういう雰囲気っていうか、アメリカのっぽい文化、よく映画見ても絶対バーのシーンって、コメディだろうが、なんかどのホラーだろうが、なんかラブロマンスだろうが、全部バーのシーンってあるじゃないですか、あの雰囲気がやっぱりかっこよくて、そこにみんな楽しそうに飲んでて、全然格好つけずに普通に飲んでるじゃないですか、当たり前かのように、そういうことに憧れはまああったのと、こう、まあ、僕40でやったんですけど、最短距離なんやろから始まって、こういう形になった。本当はデザインとかしたいんですよ。そのためにこの箱にしたんです、上がショップになればいいかなとか、こっちが何か変わればいいかなとか、バーだけじゃなく、売ってますもんね、T シャツ。そうですね、まあ、コミュニケーション取れる場所で、いろんな人の出会いで、男女問わず、年齢問わず、出身地問わずの人らとお話しできることが一番のこうメリット。いや、独立するときにそれ怖くなかった。怖かったですよ。今でも怖いですけど。まあそうやけど、でも10年近くやってるのは全然変わんないですよ、怖さ。1年目からもうでも何も変わんない。今日もしかしたら坊主かもそうか、前予約とかまずないじゃないですか、うん、絶対に坊主じゃないとは保証がないじゃないですか、めっちゃ怖いです、毎日怖いです。それが雨だとか、寒くなったとか、はい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 、
だけで変わるじゃないですか。だからサミットがあったとかね、そう何曜日やとかね、はいはい、それだけでも振り回される可能性あるんで、何年やっても怖いですね。ありがとうございました。じゃあジューソートリスバーは、1956年ぐらいからやってるすごい古いバーで、昔はねサントリーと一緒に組んでトリスバーっていう名前のバーは日本中にあったんですよ。サントリーのトリスをメインで楽しむみたいな。でそれの名残なんですけど、もうほとんど今なくなっちゃって、あそこのマスターさんが北新地でもやってるんですけど、そこと2店舗ぐらいしか多分知らないですね。それが古い歴史のあるところで、基本トリスバーに行ったら、まあ、トリスとトリスハイボール、あとはいいウイスキー、サントリーが卸してるウイスキーもたくさんあるので、それを楽しむっていうお店です。昭和30年代にトリスバーって、うん、いっぱいあったんです。あ、そうなんですか。できて、ね、トリスを飲んでハワイへ行こうっていうサントリーがキャンペーン、そうキャンペーンコーラキャンペーンで、まあ、今の居酒屋さんみたいな感じでね、うん、安く飲んで、ね、サラリーマンが飲む。そう、ハワイへ行こうっていうのなんかハワイのね、なんかキャンペーンでこうなんか商品が当たるみたいな。へえ。うちはサントリーだけなんで、はい、そういう店も珍しいですよね。ホテルとかね、うん、あのバーとかしたら有名なのが全部多いけど、そうサントリーさんだけでやってるじゃん、なかなかの。実際お店だとサントリーの営業さんが結構厳しめやって噂聞きますけど、うちは昔からその営業で来られてた方が、はい、もうそれこそ40年ぐらい、そこら中の偉い方ですよね、ですよね。皆さん今でも来てくださって、えいちゃん、えいちゃんってマスターのことで、はいはい、友達のように言っていただけるんで、昔からやってるお店は特にね、大事ですからね、大事にしないといけないから、お店のもうサンプリング、トリスバー自体がもうあんまり残ってない。あ、そうか。皆さんもう後継ぎがいなくて勧められたと思う。はいはい。もういっぱいバッジつけてますけど、なんかどうやって？あ、これはお土産、お客さんへのお土産とか。これは、あの、熊本の、ね、地震のチャリティーやったり、はいはいはい、なんかマスターはソムリエのバッジ、あの、ウイスキーの金のやつ、はい、新地もいかな。マスターの方がお酒は、ね、長い、詳しいです。ソムリエも持ってますし、うん、あ、ワインの方もマスターは持ってますから、お酒の知識はすごいですよ。あの見た目はトトロです。トトロですか。20年ぐらい前に甘辛手帳っていう雑誌のに載った写真です。その3人写ってるのが、でエプロンしてるのがマスターで、マスターのお母さんです。火事の前ですよね。火事の前です、うん、でもう一人マスターのお友達同級生で大塚雅治さんってミュージシャン。あ、そうなんですね、はい、ラジオで、ね、大阪北の中の天満っていうのは梅田から一駅隣の駅なんですね。でこの会社からも近いその天神橋筋商店街を歩いていくことで行くことができる場所にあって、すごい大阪の古い昔ながらの、町が作り上げた飲み屋街なんです。もう何年もやってるお店がやっぱたくさんあって、でそれがずっと続いてるから顔なじみにもなりやすいし、ダンジョンみたいにすごいややこしいんだけど、お店が変わらないから覚えられる。そこが天満の面白いところです。
松前さんは、大学の先輩で、実は出会ったのは結構前ですよ。2013年末かなに、飲み会で会ったんですね。でその時はお互いちょっと距離があってあまり喋らなかったんですけど、その直後にパックスに行ったんですよ。パックスプライムとシアトルですね。でそこで空港で松前さんが道に迷ってて、あれどうやって帰ったらいいんだろうとか、乗り継ぎどうしたらいいんだろうとかってなってたので、僕がお連れしますよって言って連れて帰ったんですよ、大阪まで。でそれですごい仲良くなって、で日本で大阪で誘って飲むっていう関係が始まった感じです。面白いのがやっぱり女性で、先輩ですから、本当は気遣わないといけないんだけど、向こうも気遣ってこないし、気遣わなくていいっていう間柄で飲める、すごいなんか いっぱいいつもエネルギーもらってますね、うん、本当。でも僕はドリンキングだと、真奈美さんドリンクイーンですから、すごいお酒の付き合いいいですよね。そう、なんか僕はあんま食べない知ってるから、そう、なんか白いものが嫌い、そう一緒に行くとまあスペイさん食べないからってガンガン食べてくれるから僕が飲んでてそれが楽。なんやろな、やっぱり大人になって仲良くなる人っていいですね。そうだね、うん、しかもダイヤル繋がってるから面白い。そうそう、一度ね、こんなに長い間やってんのに ね、 一緒にいるのに ね、 やってないですよね。もうやってない。どうしよう、ホテルバルセロナかな、うん、須田さんとコラボする新作です。そうなの、今ザ・グッドライフとデッドリープリモーション2発表されて、もう一本シークレットプロジェクトあるんですよ、発表してないやつが。でそれとは別に今ホテルバルセロナっていうのを立ち上げようとしてて、それはね一応ホラーです。そうやね、ホテルでなんかなんかあったんでしょ、ホテルでなんかあるってやつでしょ。で、ね、私あまりね他の作家の人の曲聴かないんですよ。なんか影響を受けちゃうっていうのもあって、はいはい、のも、うん、なのでだから誰が作ってるかっていうのを考えずに、その推理さんたちのゲームとか、うん、いろんな方々のゲームをしてるから、うん、誰が作ったのかっていうのは分からないんですよ。うん、だからあ、まあ、この曲いいなと思っても誰が作ったんだろうっていうのもあまり制作しないし、うん、っていう感じかな。私が好きなのは、その音楽家で好きなのはやっぱり80年代のトトとかクイーンとか、あとパッドメセニ、はい、すっげえ好き、うんメロディアスな曲をかしてすごいです。なんかねすごいのが、もともと大学では演奏学科なんですよ。そう、ピアノ弾いてた。演奏学科なんですよ。でもカプコンに就職されて作曲家のコンポーザーの部署に入ったので慌てて作曲したんですよね。そう、慌てて作曲した。慌てて作曲してロックマンってすごくない？慌ててそれはすごいと思う。だからあの子、私が入社した頃っていうのは結構もうファミコンでガン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 出す時代だったから、はいはい、もうできなくてもとりあえずもう任せる、作るしかないから、そうそう作るしかないから、はいはいはい、もうそれでやれやれやれみたいな感じで、はいはい、急かされてたから、うん、っていうのもあったな、うん、僕90年代なんでもう少し落ち着いてたかな。こういうゲームを作ります、このスタッフはこれですっていうのをしっかりしてた状態で、そうか、そう、それで1年で1本出すみたいな。そうか。でね、カプコンってね結構ね、例えばもうゲームはもうずっと走ってんだよ、いろいろ、うん、こうラインでね、はいはい、で音楽っていうのはいつも最後に、ね、そうですね、ちゃうね、確かに確かに、3ヶ月ぐらいでバーッて作りましょうって言ったら、うん、次の仕事がもうできてんのがこの3ヶ月でまたやってください。だから次のプロジェクト、次のプロジェクトは永遠に、もう永遠に、だから1年に3本4本っていうのはもうザラだったから、いてる時にだからもう全然全く違う雰囲気の曲作らなきゃいけなかったんで。そうね、ゲームごとね、アクションだったりシューティングだったりとか、うんうん、アドベンチャーもあるし、あと、うん、そうそう、だからもうねそれでね、もうすげえ大変だったね。それをやってきたらすごいなと思うけど。だからそれで。
このお店はね、そのいろんなとこ飲んだ後にカップラーメンとかカップ焼きそばを食べたい時あるじゃないですか。でもまだ家に帰りたくない、そう帰ったらね、帰ったら終わりだからっていう時にいろいろ連絡探してカップ焼きそば食べれる店ないかなって見つけたのがここなの。ドニオにはちゃんとペヤング派と UFO 派を満たすために両方置いてます。一平ちゃんもあります。でも日清の UFO っていうのは大阪では結構特別なんです。もう今は東京に移転しちゃったけど、大阪の南方に本社があった日清の。でそこの隣のビルで僕昔アルバイトしてて、日清で新製品が開発されると近くのビルに配ってくれる。でそれが日清の新製品いつ出んねやろうというのが楽しみで、それを食べてた思い出があって、やっぱ日清のカップ麺、これが僕の中で一番なので最上級なので、選ぶんだったらペヤングじゃなくて UFO っていう風になってしまう。だから家に帰ったらあるのよこれは。でも帰らずにまだ飲み続けたい時にこのお店は最高ですよと。ドニオね。眠りはもうホワイトアールズから歩いて5分ぐらいかな。すごい近いので、本当仕事帰りにフラッといつも寄ってます。もう月1回とかそんなレベルじゃなくて、2週間に1回は絶対行ってる。で、あそこは僕の大学の同級生が、オーナーをしているウイスキー専門のバーです。なので行くたびに新しいウイスキーを教えてくれたりとか、お気に入りのウイスキーを覚えてくれているので、そういう意味でも締めとしてもう今日はこれを飲んだら買えるっていう決めのタイミングでちょっと顔出すっていうのが多いですね。郷田さんは2002年か、前のアクセスゲームズを立ち上げた後に僕スパイフィクションというゲームを作ったんですけど、初めてディレクターとして、その時に映像制作会社のディレクターとして来てはったんです。でそれが初めてで、最初の現場は、八王子の東京工科大か何かでモーションキャプチャーをする、そこは初めての出会いで、4日間ぐらい寝泊まりしてずっと一緒にいたんで仲良くなったんですね。いざやるとやっぱり映画出身なので、ストーリーはむちゃくちゃ面白いんだけど絶対ゲームにならないですでそれを僕がゲームにするっていうので、ここはずっとそれでやってるの。だから15年ぐらい合田さんが変なストーリーを考えて、それを僕がゲームにするっていうのをずっとやってる。合田さんすごいのがね、デッドリプリモーション一緒にやってシナリオやってもらって、取材に行くわけですよアメリカに。で取材はもちろんお金出しますけど、ホテル代出したんですよ。なんか音収録、声収録をやるときに、日本ではよくやってるけども、海外でやるってどんな感じか、そう勉強したかったから、うん、自腹で来てんね。渡航費はホテルは出してくれるっていうから、渡航費は自腹で出したから、そう付き合わせて。音声収録の時にね、で僕は自信ないから、まあ言うたらできるけど、一緒に作ってるシナリオだから二人でやるべきでしょ、音声のディレクションって。でも会社にお金がなかったから相談したんですよ。そしたら自腹でも行くって言って来てくれて、そうあれおもろかったよね。でもで二人であまりにもディレクションがねとんがってるから二人ともで、ディレクターに呼び出されて二人でめっちゃ怒られてるなそういうあれ加減は分からへん、分からへんもん、うん。で海外の人がどこまで言うとどうなるか、ディレクターに呼ばれて2人キッチンで、お前たちはクリエイティビティなのかただふざけてるのかどっちだってめっちゃ怒られた。ウィッチャー見た？ウィッチャー見てない？見てよ。元々の知らんからさ、
その知識としてはなんとなく知ってるけど、何がすごいの？ストーリー。そのゲームもそう。ストーリー。そう。そう。ね、まあ、じゃあアカデミー賞で興味があるのは？パラサイト。まあね。見た？見てない見てない。今週末。じゃあ僕今週行こうと思ったけど、パラサイトすごいよね。フォード VS フェラーリ。ああ、フェラーリね。だから、でパラサイトとワンスタンパナミンハリウッドは競るかな、僕の中で。めっちゃおもろかったから。すげえと思った。じゃあ人生でね、一番好きな映画。これ2001年宇宙。あんなポピュラーな映画、マジ結局そうなんや。まあ、僕はミラー世紀ブラジルやけどポピュラー。今回大阪ドリンキングツアーっていうことでやってみるとしんどかった。1日で7件は抑えめにしてたと言ってもやっぱりすごい飲んだ記憶もあるし、全部のお店を順番に今日みたいに回るのはおすすめはできないけど、2件ずつぐらいだったら多分普通に楽しいとこばっかりだから、そういう風にやってほしいかな。で、大阪の今回北エリアのごく一部、それが紹介したかったお店だから、やってよかったと思ってる。